だから俺の大好きなあの松井ジュリナちゃんとこの基地外配信してる金前があの出身が同じなのよ、名古屋で。もう俺はその時点でイライラしてる。何せ名古屋の恥じゃんだって、こんなえーとかずっと言ってるんですよ。名古屋何せ何せだって、あの春日井って知ってる、名古屋の、あ、愛知や、愛知、名古屋近いじゃん。でも他のやつ教えろやさえーとかずっと言って、あ、名古屋の恥じゃん。聞いたろ今、帰れよ名古屋、名古屋帰れよ。聞いて分かってんだよ、おたるいよ、おたわ名古屋帰れって、だから東海道線だって言うやら、今だって門前仲町で紐だもん。ちゃんけ、一言言って済む話を何やっとんだ、お前紐乗らせんな、紐、女の家にいさせてもらってんだから。急いどんじゃー、おっちゃん楽しくやってればいいんで、いつもかけばいいんだよ、紐乗らせんだよ、やべ。俺のね、あの、あれ、推してる松井ジュリナちゃんと出身が同じなのが俺、気に食わない。さあ、日本の買い方は分からん。あ、どうやってやるんだ、どうやる、名古屋の恥だよ、これ。で、こんなやつと俺は似てるって言われてる。俺、プーチン乗らなか。中島で乗らなか、俺。いや違う、これ見てる、俺の見てる人が似てる似てるって、あの、いやこんなのいるんだなと思って、こいつら聞いてもなんて教えねえんだよ。教習所来なくていいって間に合わねえ、ええええ植木、鎌倉市の恥。あ、ごめんね。